ジョールのワールドトロフィー1回戦インテル対ホワイトネオーネ天候は晴れサンシーロ実況金田健がお送りします。世界という名のフィールドでさらなる一歩を踏み出すのはどちらか。ワールドトロフィー今スタートしました。左から右に攻めるのはブルーと黒のユニフォームイタリアの至宝インテル監督は将軍バリ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 監督。フォーメーションは 4-4-2 自慢の選手たちをピッチに送り出します。一方右にエンドを取るのは水色のユニフォームグランデホワイトレオン指揮を取るシュート。右足でシュート入ったゴールです。前半12分ディディエ・ドログバ先制で逃げ切りを図ります。素晴らしいシュートでした。前半14分キックオフです。スナイドからエトー。このパスは叩いた。どこへ果敢にスナイド速いアプローチダビド・ルイス回していくカルーまるでオーケストラの指揮者だ。攻撃のタクトを振ります。止めてパスボールはスナイド狙ってきた。これはレバーです。外からエトウ止めて繋がりません。これは少し不用意でした。ディエナバットに入りました。トラップボールを渡します。これはオフサイドのようです。クレンスはチャンスを生かせませんでした。ラノキアここで笛が鳴りました。0対1